わかった、わかったよ。なら問題ないね。ん？コホン、君は恐れを感じないのか？これは神との対決なんだぞ。異教の旅人は何も言わなかったが、とても驚いていたように見えた。次は仲間割れかな。楽勝すぎるね。こんな尋問に緊張して一晩中眠れずにいたなんて、全く損したよ。やれやれ。ち、そんな推理をするとは。君たちどうして僕を見るんだ？こんなの僕には関係ないぞ。僕だってなんでこんな状況になったか知らない。もう僕のことをじろじろ見るなよ。はあ、